フラメクか。何か不満か。いや、まずは封印武器との契約おめでとうと言うべきだったな。祝えと言ったつもりではない。お前の努力の結果だ。どうあれ無事に選ばれたことはめでたい。うん、そんな目で見るな。本音を言え。そうだな、組織の上官としては優秀な契約者が誕生したことを当然喜ばしく思っている。だが私はお前の後見人でもある。後見人としては俺が封印武器を手にしたことが気に入らないと。違う、それがフラメクだからだ。フラメクだから。封印武器についてはまだわからないことが多いが、フラメクは孤独な武器だ。孤独か。俺にはちょうどいい。俺は平穏と静寂を望む。わかっている。だがお前には他の道もあったはずだぞ。私はお前にあらゆる戦闘技能を叩き込んできた。お前の望み通り、銃に限らずだ。近接戦闘でも遅れを取るつもりはない。だがやはりハンデはある。そうだな、お前ならそう考えるだろうことは分かっていた。それに封印武器との契約は片方が望めば叶うものでもないしな。フラメクの意志でもあるということなのだろう。もう何も言うまい。私の後見人としての立場もどのみち今日までだ。封印武器の契約者として組織の中で特別な立場を手にしたお前に後見人はもう不要だろう。俺は訓練生として組織に入った時からそのつもりだった。相変わらず可愛げのないことだ。ここからはただの上官と配下の一人。見ているからな、ユースデス。心配には及ばない。俺は俺の目的のため組織に尽くす。ユーステス、お前の言う平穏と静寂は本当に孤独と同意のものなのか。機嫌悪かったわね、ユーステス。あいつが冷たくて不愛想なのはいつものことだけど、やっぱちょっと変だよな。あの人いつもあんなんじゃないですか。すねるなってグウィン。ユーステス相手にあれくらいでいちいち腹立ててたらキリないぞ。ベアはいつもいちいち突っかかってるけどね。うるさいな。ベア先輩はともかく。おい、私はともかくってなんだ。ユーステスさんがいつもと違うってやっぱりフラメクのことですかね。焦っているんだろう、ユーステスも。だろうな。言いたくないが私も同じ気持ちだ。解放のトリガー、感情か。イルザもユーステスも立場上己の感情を律することを強く求められるからな。確かに感情が解放のトリガーだとすれば、イルザさんたちは立場が邪魔しますよね。やめろ、ヨロイチキンもパピーも。慰めは不要だ。慰めたつもりはないが。まあ共感はともかく、ユーステスの方は立場とか以前に性格もあると思うけどな。素直じゃないからね、あいつ。性格やら立場やらを言い訳にしている場合ではない。私自身ニバスの解放を諦めるつもりは当然ないが、それ以上にフラメクが鍵だ。ユーステスには何としてもフラメクの力を最大まで引き出してもらわなければならない。なんでだ。確かにニバスよりはフラメクの方が攻撃には向いてるけど。ニバスと比較しての話だけではない。アルベスでもグローノスでもエムブラスクでもできない役割をフラメクにはしてもらう必要がある。
部長面の兄ちゃんのフラメ君にしかできないこと？それって一体何なんだ？鎧チキン、小娘、それから団長。鬼神を通じてとはいえ、長時間月での戦いを経験し、ディアスポラとも対峙したお前たちに尋ねるが、例えばディアスポラを両断したり、腹に大きな風穴を開けたりしてどうなると思う？そうですね、多少の効果はあると思いますが、他の部分のナノマシンが欠損部分を補ったり、再び結合するのを助けたりするんじゃないですかね。多少の欠損などものともしない可能性が高いな。やべえやつじゃねえか。しかもめちゃくちゃ大きいんでしょ。そんなのどうやって倒すんだよ。ナノマシンという機械細胞の集合体、明確な形も持たない巨大な相手を倒すためには、相手の大きさを上回る広範囲にわたり、拡散さえ許さないスピードと高温、高出力で一気に焼き尽くすしかない。広範囲を一気に焼き尽くすってフラメクじゃん。だからそう言っている。アルベスも火力じゃ負けないつもりだけど、広く分散されると戦いにくいのは事実なのよね。しかも相手は上空からやってくる。銃であるフラメクは当然対空迎撃性能も高い。以前上空に退避した鬼神相手にパピーと鎧チキンが取った戦略も悪くはなかったが、バザラバ、私のこと思いっきり放り投げたらあいつに届く？何をする気だゼタ。何って、 B を助けるの？じゃあお願い、最後のあがきやっときたいから。ああ、次の砲撃が終わったらお願い。今！アルベス！今回は相手が悪いな。同じ手を取るのはリスクが高すぎる。他の封印武器はナノマシンの拡散を防ぎつつ牽制してフラメクの発動を助ける。それが現状では最適な戦略だと考えている。悔しいけど私もイルザさんに賛成だわ。私たちにも何かできることはないんでしょうか？もちろん団長やルリアたち気空団の皆のことは強い戦力として当てにしている。しかし今回の敵は未知の技術による月の兵器だ。封印武器で対抗するのが一番確実で有効性が高いというわけだな。ああ、だがこの計画もフラメクの解放なくしては根本から成り立たない。やっぱりユーステス次第ってことかよ。大丈夫なんですかね。ユーステスとフラメクのことか。あの人冷静ってか冷たくて意地悪だなと思うけど、感情を爆発させてるところは想像できないんで。それには私も同意。あいつキレるって言っても静かにキレるタイプでしょ。わかる。無言の圧がやばいんだよあいつは。トリガーとなる感情は必ずしも発露が大きく爆発的なものである必要はないと思うがな。お、そうですよね。わーいって喜んで騒いだり、って大声で泣いたりするのだけが感情じゃないですもんね。そう考えると部長面の兄ちゃんは別に感情が乏しいってわけでもねえ気がするよな。長く一緒にいるから表情が変わらなくても言葉にしなくても分かることってありますよね。それはさ、変わったのよきっと、団長たちと一緒にいたから。私もそう思う。
昔のユーステスってもっと自分勝手っていうか他人に興味ない感じだったよな。殺意か無関心かみたいな。変わるものだな人は。そうだな。ユーステスの変化は戦い方にも現れている。フラメクは本来屋外戦で強大な星小獣を一撃でほふるのが主な使用法だった。周囲を巻き込みかねない威力を考慮してユーステスの初期の任務は単独のものばかりだったしな。まあ私は別にフラメクのイカズチを受けたって平気だけどな。毎度毎度ボロボロになっておいてよく言うわね。Mブラスクの特性上逆境は力になるからな。相性がいいと踏みお前は実験的にユーステスと組まされていた。実験って教官？さておき今はそれも変わってきた。はい、今のユーステスさんは誰とでも一緒に戦えます。オイラたち気空団でもあちこちの戦いで世話になったもんな。そうよね。いつの間にか狭い場所とかでも出力や範囲を絞って普通にフラメク使ってるし。俺も最近は無意識にあいつの援護を当てにしているところがあるな。本来ならフラメクは集団戦での補佐役になど全く向かない武器のはずなんだがな。フラメクを幅広い場面で活用するためユーステスが重ねた努力の結果だろう。だがそれが今足かせになっているのかもしれない。ああ、そっか、なるほど。ユーステスがフラメクを繊細にコントロールするほど本来の破壊力から遠ざかっていくってわけか。なんか皮肉な話ですね。そんな、あいつがこれまで積み重ねてきたことが全部逆効果だったってことかよ。そんなの悲しすぎます。だって私たちユーステスさんにたくさん助けてもらったのに。ルリア、大丈夫だ。悲しむ必要はない。全てが無駄なはずはないからな。鎧チキンの言う通りだ。どんな訓練も戦場も全ての経験はつながって糧になるものだ。それでもユーステスにはさらにここで壁を越えてもらわなければならないという事実は変わらないがな。オイラたちも何かできたらいいんだけどな。ミユメか、何かあったのか？ああ、町で閣僚の鬼神と戦った時によ、ちょっと様子が変だったんだ。右側からの攻撃に反応が遅れてたよな。あんなユーステス初めて見た。だから目がどうかしたのかなって心配になったんですけど。私も詳しくは知らない。見えてはいるようだが何か事情がある気はしている。まああいつ自分のこと何にも言わないからな。すごい古株なんだろうけどローナントのこととかよくわかんないし。敵と因縁があるっぽいのはなんとなくわかるけどね。語りたい過去ばかりではないだろう。そうだな。ともかくユーステスのことは今は奴自身に任せておけ。お前たちも人の心配ばかりしている場合じゃないぞ。時間はないんだ。各自自分の課題をしっかりと自覚して準備をしろ。ローナン、応答しろ。こちらユースです。応答を求め。繋がらないか。出てこい。ハイゼンベルク、まだこの辺りをうろついていたのか。俺たちの拠点を知った上でいい度胸だな。お前は誤解している。
私は別に我が身が可愛いわけではない。全ては空の民のためなのだ。聞き飽きたな。ハイゼンベルク、お前を拠点へ連行する。言い訳も申し開きも理想論のルフも、そこで好きなだけしろ。連行は甘んじて受ける。知りたいことがあるのなら答えよう。だがその前に、まずお前一人と話がしたい。ローナンがお前を追っていたはずだ。なぜローナンに話さない？奴に聞く気があるのなら話もした。しかし私たちは付き合いが長い分、いろいろと複雑なしがらみもある。今のあいつはもう私を敵としてしか認識していない。お前がどう思っているか知らないが、その認識は俺も同じだが、お前は排除すべき敵だ。だとしても、お前はローナンよりも柔軟で合理的にものを考えられると見込んだ上での頼みだ。ん？しかもユーステス、お前はあの作戦拠点においてイルザと同等の発言権を持っているだろう。お前が受け入れれば、空の世界を、民を守る光明が見える。ここでお前に会えたのは行幸だ。時間はない。だが今ならまだ間に合う。先日の段階では懸念に過ぎなかったが、13番目の鬼神はどうやら本当に動き出したらしい。言っただろう、13番目の鬼神は月の兵器の中でも特別なもの。セントラルアクシズですら13番目の鬼神を製造後、これ以上は不要と判断したほどの代物だ。あれを破壊することは今の空の民では到底無理なのだ。わかっているだろう、今空の民がどれほど絶望的な状況に立たされているのか。質問は受け付けない。さっさと結論を話せ。ふん、お前は見込んだ通りの男だな。望み通り結論を言おう。私には13番目の鬼神を破壊できる手段の用意がある。信じる根拠は？説明するよりも見てもらった方がいい。動くな。今さら私にはお前を害する意思などないと、いい加減理解してもらいたいが、銃口はそのままで構わない。だが見てほしい。それは鬼神の？その通り、鬼神の装甲の一部だ。出力は最小にする。大したことはないが少し光るぞ。見たか、これが我らの秘密兵器だ。物質の結合そのものを拒絶し分解する力を持っている。この兵器を使用すれば、鬼神装甲の持つ再生機能ごと破壊することができる。どんな鬼神が相手でも。これをどこで手に入れた？どこで？
これは我々が長年かけて開発したものだ。いずれ攻め来るであろう月の民に対抗するため、幾度も幾度も実験を繰り返し、やっと実用に耐えうるところまでこぎつけたのだ。間に合って本当によかった。実験？18年前だ。全てが雪に埋もれる寒い季節だった。覚えているか？どうした？何の話をしている？ファータグランデ北部、今はもう誰も住んでいない小さな島。島？当時あった村も今思えば地図にも載っていなかったんだろう。だから都合が良かったか？お前、まさか。独特な軌道音も閃光も、灰のように崩れた人と建物も、忘れられるものか。とはいえ、当時はここまで静かに完璧に対象を破壊する技術はなかったようだな。実験はさぞ有意義だっただろう。俺の故郷を焼いた実験は。そうだな、有意義だった。貴様お前の怒りはわかる、ユースティス。だが落ち着いて聞け。貴様の言葉になど金輪際耳を傾けはしない。作られた経緯はどうあれ、この兵器は空の世界を救うのだ。その事実は変わらない。何の交戦手段もないうちに13番目の鬼神が空の世界に飛来すれば、今を生きる全ての空の民が塵と化すのだぞ。お前も、今のお前の仲間たちも残らずだ。故郷の悲劇を繰り返すつもりか？それを貴様が言うのか？その手で村を破壊した貴様が。私だから言うのだ。何を言われようと私の信念は変わらん。さぞ私が憎かろう、好きに復讐しろ。殺したくば殺せばいい。だが繰り返す。兵器を持っていけ、使え、ユースティス。お前の故郷の犠牲は尊い礎だ。失われた数多の命を無駄にするな。尊い犠牲？あまたの命？その一つ一つがどんなものだったか知りもせずに。ユースティス、また森へ行くの？日暮れまでには帰るのよ。ちょっとユースティス、あんたも少しは片付け手伝いなさいよね。ユニ、後で一緒に薪割りしようぜ。なあユースティス、いつになったらお前の秘密教えてくれるんだよ。お兄ちゃん、今日ね、お空を白い鳥が飛んでたの。なんて鳥かな。春が来たらお前もそろそろ狩りに出てもいい頃か。新しい銃を用意せんとな。友人たちを、貴
前が殺した、俺から全てを奪ったのは貴様だ。兵器を使え、ユーステス。空の旅を守れ。黙れ。俺は煌めくの雷槌を、ユーステス。ローナン、双方動くな。ローナン、何をする。動くなと言っている。ローナン、お前何をしに来た。ユーステス、フラメクを収めろ。あんたはもう長官ではない。命令を聞く義務はない。ユーステス、なぜ止める。ローナン、邪魔をするな。俺はこの日のために。本当にそうなのか、ユーステス。お前が復讐のために強くなろうとしたのは知っている。私もそれに手を貸した。しかし今のお前は、復讐よりも大切なものを見つけたからそこに立っているのではないのか。全員集まったな。それで、ユーステス、話とは何だ。これを。なんだ、機械。見たことないですね。どういったものでしょうか。物質の結合を拒絶し、あらゆるものを分解する力を持った兵器だ。え、なんて、分解兵器。詳しい原理は俺に聞くな。これならばディアスポラですら破壊することが可能かもしれん。ちょっと待ちなさいよ。こんなものを一体どこで手に入れてきたわけ。ユースです、答えろ。出どころもわからん兵器をホイホイ信用して作戦に組み込むわけにはいかない。そんなことお前にだってわかるだろう。ハイゼンベルクから押収した。ハイゼンベルク、なんで、どういうことだよ。あったのか。拠点の東南1キロほどの地点でハイゼンベルクに遭遇。13番目の鬼神ディアスポラに対抗し得る兵器としてこちらを押収。兵器の名称は不明。使用方法とともに効果のほどは確認済み。最小の出力で鬼神の装甲を一瞬で灰のようにボロボロにするのを見た。再生の兆しもなし。実戦投入は今回が初。エネルギーには限りがあるため注意されたし。ハイゼンベルクはどうした。身柄はローナンに預けた。そうか、わかった。報告ご苦労。イルザさん、そんなあっさり。ハイゼンベルクについての問答は終了。これ以上奴について議論しても今は時間の無駄だ。問題はこの兵器をどうするか。鬼神の装甲を灰のように崩したと言ったか。物質の結合を拒絶して分解。自分も専門家じゃないんで予測でしかないですけど、ちょっとディアスポラに似てません。うん、敵が月の技術に対抗するために開発したというのなら納得だな。そうですね、ディアスポラをヒントにしたのかもしれません。ただディアスポラの方が
ナノマシンというので自立行動をするのに対して、こちらは手動で装置を発動させる必要があるということですね。大砲みたいなものでしょうか。レーザー砲に近いようだ。閃光によって対象へ作用する。使用者は目に気をつけるべきだな。わかった。あとはもう少し詳しい使用方法と作戦に組み込む際の。なあみんな待ってくれよ。当然みたいに話してるけど、これってつまり敵が作った兵器なんだろ。そんなの絶対ろくな方法で作ってないぞ。どれだけの人があいつらの犠牲になったか分かってるのかよ。本当に本気で使うつもりなのか。ベアトリクスさん。ベア、私だってハイゼンベルクやグレイス、敵の奴らのことは許せないわ。目の前で何度も悲しくてむごい光景を見てきた。でも私のこの怒りやなんかはきっとあんたが長年抱えてきたのとは別物だから。だからあんたの気持ちがわかるなんて軽々しいことは言わない。ゼータ、私は。でもさベア、ちょっと落ち着きなさいよ。そんなんだからイルザさんにいつまでも癇癪黙って言われんのよ。え？何もこの兵器に完全に頼ってディアスポラをやっつけようって言ってんじゃないわよね、イルザさん。そうだぞ。いつこの兵器を中心として作戦を変更すると言った？それじゃあ俺たちのやることは基本的には変わらないということだな。もちろんだ。ただ今回の作戦は失敗が許されない。失敗したら空の世界は終わっちまうんだもんな。その通りだ。だから保険は多い方がいい。うん、わかる。あくまで保険だが、いざという場合この兵器を使うこともあるかもしれん。それでいいか。俺は賛成する。客観的に見て私もいいと思います。まあそうならないように精一杯努力するって話だけど、いざって時は仕方ないと思う。私も精一杯お手伝いしますから。わかった、私もやる。空の世界は絶対になくなってほしくないから。というわけだ。お前はそれでいいか、ユースです。任せる。見つかった。あんたどこ行くのよ。森。また？薪割りは？やった、今日の分。もうお母さん大変なんだからちゃんとしなさいよね。あんたも。分かってる。おい、ユースです、どこ行くんだよ。秘密。また？お前最近付き合い悪いぞ。ごめん、急いでるから。ビーティー、どこだ。おい、ビーティ。おかしいな、どこ行ったんだろう。いつもはあいつの方が先に俺に気がつくのに。ビーティ、出てこい。おルリアとビーも一緒か。ユースティスさん、何があったんですか。どういうことだ。ごまかすんじゃねえよ。
兄ちゃんの様子がおかしいことなんてお見通しなんだからな。イルザさんたちも本当は気がついてると思います。あの、最初に会った時ユーステスさんのことちょっと怖い人だなって思いました。あ、ごめんなさい。本当に一番最初の話ですからね。いい、わかっている。でも一緒に旅をしたり戦ったり離れ離れになってしまったこともあったけど、たくさんの時間を一緒に過ごしてヒューステスさんがとっても優しい人だってもうわかってます。でも今のヒューステスさんはすごく悲しそうです。悲しそうで寂しそうなのに、どこかに行ってしまいそうで。大丈夫だ。俺はどこにも行かない。お前たちと共に戦う。そういうことじゃねえよ。うまく言えねえけど、なんか気持ちが離れてくみたいな。だからオイラたちは、説明した通りのものだ。ヒューステスさんの説明が嘘だとは思っていません。でもそれだけじゃないような。ハイゼンベルクってやつと会った時に何があったんだ。言えない。なんでだよ。お前たちは優しいから、もし事情を知ればきっと迷うだろう。だから言えない。すまない。そんな。すまない、団長。おい、何を言っている。そうだな、それがいいぜ。はい、そうしましょう。どこか誰にも見つからないところへポーイって捨てちゃえばいいんです。待て、そんなことできるわけ。できるぜ、問題ねえよ。おっかない姉ちゃんの言う保険ってのもわかるけどよ、そもそもはあの兵器なしで戦うつもりだったんだ。そうですよ、すっごく強いですし、私だって聖少女のみんなが力を貸してくれます。団長、よく考えろ。対局を見れば、あの兵器は戦いに必要なものだ。世界がどうだっていいって思ってるわけじゃありません。信じてるんです。おっかない姉ちゃんから最初の作戦は聞いただろう。ああ。フラメクの解放が鍵だ。大丈夫なんです、ユーステスさんを信じてるから。兄ちゃん一人に全部を背負わせるってわけじゃねえぞ。さっきから言ってるみてえに頼もしい仲間はたくさんいるんだからな。わかった。だがやはりあの兵器は作戦に組み込み使用する。お前たちを守るために。本当にいいのか。ああ、ありがとう。語れなかった俺の話もこの空を守り通したらお前たちには話すかもしれない。